こんにちは。立派な吊り橋レインボーブリッジの今下に来ております。ここは東京芝浦ふ頭です。向かい側がお台場海浜公園です。江戸幕府の時代に建設をした外国船からの防衛施設台場も見えています。品川台場の下のところ、こんな風にもう昔のお城と同じように石垣で作られていますよ。今度の東京オリンピックのトライアスロンの会場にもなるんだそうです。このレインボーブリッジですが、どうやら徒歩で渡ることができるそうです。前からね、渡れますよって話は聞いてたんですけども、まあ、実際にじゃあ今回ちょうどね、真っ昼間今暇がありますんで、まあ、渡ってですね、反対側お台場方面から、まあ、東京の湾岸方面、もっと江東区方面までね、ちょっとこの自転車で行ってみようかな。多分自転車で行けるんだと思うんですけど、行ってみようかなと思います。ちなみに現在地ここはですね、芝浦南公園つったかな、この辺りで東京港の景色を見ることができる、まあ、意外と珍しい場所の一つです。このレインボーブリッジのアクセスには何通りかあって、レインボーブリッジを徒歩で渡りたいという方はこの先にあるゆりかもめの芝浦駅でお降りになるか、もしくはちょっと遠いですけれども最寄りの JR の駅は田町駅、ここから降りて歩いてくるか、まあ、概ねその2つかと思います。他に水上バスで日の出桟橋から来るという、まあ、割と変わったアクセスの方法もあります。まあ、ともかくレインボーブリッジに登る前にね、ぜひともこれは見ておくべきかと思いますが、このループの形をした橋です。ちょうど今ね、電車が来ました。ゆりかもめ、これをずっと追ってみると、ぐるりとこの丸く円を描く橋をゆっくりゆっくりと進んでいきます。この橋は自動車とかを見ていただいても分かるように上り坂になっていまして、少しずつ少しずつ上の方へ上がっていきます。これもまあレインボーブリッジの一つと考えていいんじゃないのかなと思うんですが、なぜこんなものがここに存在するのかと言いますと、レインボーブリッジというのは下を大型船が航行する関係で、まあ、結構高く設けなければいけないのですが、そうなりますとこの周辺を通っております道路と、それから橋の入り口の高さがもう全然違ってしまうということになります。で、それからまあここの部分とですね、ここら辺を通っているこの道路の部分と、まあ、適当に連絡したとしてもあまりに急な上り坂になりますので、普通に登るのはもう絶対に無理です。じゃあどうするかというと、さっきの丸く円を描くアクセスの部分の橋を作って、まあ、そして一度ここら辺を通過した自動車をですね、ぐるりとこの上のところまで登らせて、そして橋に入るということになります。ちなみにこの橋は二重構造になっていまして、1階の部分が一般道と、それからゆりかもめ、まあ、一般道を走るバスなどに乗れば手軽にこの景色を楽しむことができます。で、2階の部分がですね、首都高速道路という風になっていて、首都高に関してはもっと高いところを通っていますので、レインボーブリッジに入る前に円を描くということは特にありません。さて、じゃあそしたらこの橋の上に私自転車も登るわけですが、自転車は一体どうやって上がるのかということなんですけども、自転車はですね、まあ、それから歩行者についてはここにエレベーターがありますんで、エレベーターで普通に垂直移動すればいいわけです。簡単なお話。自動車とかそれから鉄道では基本利用できない特権と言えるでしょうね。で、このレインボーブリッジですが営業時間があります。あ、ずいぶん色あせてしまっている。90年代からずっとこのまんまなんでしょうね。午前9時から午後9時まで、最終入館午後8時まで、現在では無料で入ることができ、たまにお休みの日があります。よかった、お休みの日じゃなくて。今日は通行規制とかもないので、どちら側も、要するにこのレインボーブリッジの左側、東京港側も右側の外洋側も、まあ、普通に見ることができるわけです。で、私は今回自転車を持ってこのレインボーブリッジを渡るんですけども、そういう人はですね、自転車に乗ったままの通行はできませんと書いてあって、まあ、通行はできませんって言ったってね、まあ、どうせもうお客さんが持ってって、で、もう人の監視の目がなくなったらそこを自転車でずっと突っ走ってしまうということは明らかだろうという考えからか、受付で台車を取り付けてくださいということになっています。ちょっとこれがやってみたくてね、レインボーブリッジに自転車を持ってきたっていうところもあるんですけど、警備員さんが親切でね、つけるのを手伝ってくれましたけども、こんな感じ、まあ、結構単純な工場でね、つけるのも別にそんな難しくありませんけども、これで後輪が完全に封じられましたんで、自転車ってのはね、基本後ろ側に動力があるもんですから、何をどう頑張っても上でね、不正に自転車に乗ってしまうということもできません。で、ここから入って左手にお進みくださいってことだったな。中はこんな感じのね、区役所みたいな構造になってましたけど、自転車の人は一方通行だそうです。あれ、普通のため一時閉鎖中、北ルートをご利用くださいって書いてある。多
多分閉鎖してないと思うんですけど、一応聞いてきた方がいいよな。一回戻って警備員さんのところで聞いてきましょうね。なんかやっぱりさっきの札の方が間違ってるらしいですわ。7階なんだな。そんな高いところまで上がるんだ。はい、着きました。難しいな、これ困り聞かないな。じゃあ、なんかなかなか不安になるような音が聞こえますけど、大きな音がしますけども、これあとは行きゃいいんだな。あー、これがレインボーブリッジの上か。そう、寒いっすね、今日は7月なんですけど。左側に2車線の道路があって、真ん中をゆりかもめの複線、上下1本ずつが通ると。今ちょうどね、この首都部というところまで来ました。海抜 52m ってことは、この真下が海なんですから、まあ要するに下まで 52m もあるってことでしょ。あんまそういう感じはしないけどな。あの首都っていうのはあれ、まあ、吊り橋に2つこういうのがかかってますけども、あの反対側にあるあれと同じ側のところですね。ここからだったらお台場がよく見えますよ。まあ、よくねフジテレビの説明とかするんですけども、まあ、それよりもあの手前ら辺にあるね、こういう本当の江戸時代に作ったお台場の方が貴重なんじゃないですか。これなんか第三台場だったかな。あの昔の弾薬庫とかね、そういうのも残ってるそうですけども、まあ、オリンピックの関係でしばらくは立ち入りができないようです。反対側にはループを描くゆりかもめと、真ん中に東海汽船のジェットホイールが休む、その風景も見ることができます。まあ本当だったらね、南ルートの方が見応えがあるんですけど、後で南側も行ってみましょうね。向こうに見えておりますビル群が、まあ品川っていうところでしょうか。品川はまああの辺かな。吊り橋って結構そうなりがちなんですけど、坂になってますんで、だからね、レインボーブリッジもなかなかこれ押すのもきついんですよ、自転車が重くてね。これは急な坂があるから、それを下り道のところで自転車に乗られると危ないってんで、これを足かせをつけられるようです。これがまた重いんだけどな。眼下に見えます、これは第6台場です。あの第3台場と第6台場が現存する2つの江戸時代に作られた台場ということなんですけども、この第6台場に関しては立ち入り禁止と書いてあってですね、入ることができません。で、あの入ることができないということはあのよく知られてるんですが、ただあのこういう風にね、上からの封じられているとは知らなかった。なんかこんな船着き場みたいなやつがあって、江戸時代はここに船でやってくるってことを考えてたんでしょうね。へえ。こんなじっくり見られるのはもうここへやってきてあの歩いた人だけですよ。お、立ち入ってるやつがいるぞ。あいつは特権階級ですね。おお、なんだなんだなんだ、なんかレインボーブリッジが動いてるぞ。これ多分なんか保守作業をしてるんだろうな。反対の側に渡るとね、障害物もまたちょっと違う避け方をして見ることができるわけですけど、あれに見えるは高輪ゲートウェイの駅ですね。そんなものもここから見えるんだ。なんかよく見たらあの第6台場はもう鳥だらけですね。あそこにもあんなに白いのがポツポツいて、全部鳥でしょ。なんかこの画面だけでもね、6羽ぐらいいるし、さっき私が見たあの入り口のところも気づけば鳥があんなに大集合して、まあ、みんな詐欺みたいなやつだと思うんですけど、ここはもうあれなんだろうね、人とかがいなくてね、緑がたくさんあって、鳥が相当住みやすい環境なんでしょうね。本当にいっぱいいるわ。鳥動物園にできますよ、このまま。まあ、そんなことしたら多分鳥はみんな嫌がっていなくなるでしょうけど。だからそんなこと言ったら、台場のすぐお隣まで来たぐらいのところで、反対側のところに来たけど、この段差がもうなんか大変だよ、もうこんなになっちゃって。あ、これでレインボーブリッジ全部終わりなのかなと思ったら終わりじゃなかったでさ、これは多分なんか廃止されたエレベーターがあって、このままここ通り抜けろってことになってるんですけど、これあれだな、ダイバーアンカレージってのはね、あの確かレインボーブリッジ渡るのがあの有料だった時代があるんですけど、そこにね、ここはなんか売店とかあったんですよね、確か。で、多分ここの下のところからこう降りると、あのレインボーブリッジの下のところにある売店とか、その休憩スペース、展望スペースみたいなのを楽しめたんだと思うんですけど、今はもう閉鎖されちゃってるんですよね。赤字だったんでしょうね。だからただ
こういうところを通り抜けるだけだ。まだまだ先は続きます。この下のね、施設が現役だった時代はここから一旦下に降りて、で反対側にこう上がると、あの道のこう左右をですね、行き来するってことができたんですけども、まあこれ見ていただいて分かるように、真ん中あの鉄道が通ってるし自動車もいるので、レインボーブリッジはですね、一度あの上がってきてしまうと反対側へ移動するということは、まああのもう一回元へ戻る、下へ降りるまでできません。あ、全長 1.5 キロもあるのか。私てっきりね、このレインボーブリッジの吊り橋部分を全部渡ったらまた下へ降りられるのかなと思ったんですけど、まだまだそんなことないわ。反対側のループの構造になってなかったりするもんですから、長くてこれ全長まだ半分ぐらいしか来てないんだな。でもうちょっと進んでくると今度は第三台場も見えます。まあ、この第三台場はさっき言いましたように、もともとですね、普通の人があのここに上陸するのが可能な場所となっていまして、国の史跡にもなっております。これはやっぱり江戸時代に作られたやつで、あのこれはですね、あのこの間私の動画でもあの紹介しましたが、 あっちお台場海浜公園で、あそこに台場の駅があるんですが、まあ、そこからあのこうぐるっと回ってですね、あそこにあるあのこの道をこう通ってくればたやすく渡ることがあのできます。まあ、今はちょっと工事とかの関係でできないんですけども、またまあちょっとすれば多分渡れるようになると思うんです。でこれもね、あの向こうからこう渡ってくるから向こうが正面のように見えるんだけど、まあ、この道はあの東京都がここへアクセスするためにあの作った人工の道でして、もともとはこれもあのあれと同じように海の上浮かんでる島だったわけですよね。でどうもここが正面だったようですね。レインボーブリッジの上からだとね、こんな風に探訪できるのは面白いなと思いますけども、まあ、ここもコンクリートであのいろいろと直されているようですが、おおお、自然の景色を楽しむことができるな。もう鵜がたくさんいますよ。川にもね、あのいるんですけど、やっぱなんだかんだ海でよく見る鳥たちです。こんなにいっぱい鳥がいるんだな。こっちにもいっぱいいるし、でこれ、まあ、もう一回今言いかけたことですけども、あのここにですね、コンクリートで補修されてはいるようですけど、まあ多分江戸時代からここに桟橋があったんでしょうね。だからあの外国の船が来たぞ、さあ早速打ち払うぞってなったら、まあ、ここに、侍たちが昔は乗りつけるということもしたんじゃないかと思いますが、まあ、実際にはね、あのお台場が実戦に使われたということはないそうです。まあ、存在しているだけで脅威となってね、それで外国船があのここへ寄りつきがたくなったとか、そういった効果はあるかもしれませんけどね。しかしともかく下り坂はお気楽です、お気楽です。トントン拍子に降りてきて、もうこちらお台場側です。そうとここに置いといてもいいだろう、ちょっとぐらいね置いたって。おお、これ大丈夫だな。よし。で、これ自転車を置いて、ちょっと反対側行ってみよう。あ、いいんだいいんだいいんだ。持ってっていいんだ。別に。あ、でも逆走になっちゃうからな。やめよう。まあやっぱね、レインボーブリッジって言ったらね、あの江戸時代の台場が眺められるのもいいんですけど、やっぱこっち側の景色見とかないとね。あ、いいないいないいな。素敵な眺めだ。レインボーブリッジ渡ってるって感じがしますよね。こっからね、レインボーブリッジから右側をこうずらっと見ますと、見渡す東京の景色、まあ、手前のところはね、全部総称して芝浦と呼びがちですけども、奥のところ駅名で言うと、まあ、この辺が田町とかかな。まあだいたいこの辺から、この辺が浜松町でしょうね。浜松町はまあだいたいこの辺かな。竹芝とか手前が日の出とか、だいたいそういったところです。最近よく紹介している東海汽船が発着する竹芝桟橋はあそこ。まあこの辺が汐留とかね、築地とか、あのそういった場所がだんだん近くなってくるところかと思います。じゃあ渡り終えまして、足かせも全部外れましたんで、とりあえずこの動画はここら辺までにさせていただこうと思います。じゃあ終わりです。ありがとうございました。